はい、じゃあ今日はね、ちょっと2日間ハゼムさんにずっと付き合ってもらってガイドをしてもらいながらカイロ観光しました。はい、でハゼムさん2日間どうでしたか？のな疲れたとか、何かが私もすごい慣れてきましたので、全然疲れてないんだけど、結構なんか友達みたいになっちゃって友達みたいな関係、それはガイドとのお客さんの関係はあまりなかったけど ね、でも私はすごいもう慣れてるでしょ、うん、そうだね、一緒に最初の日は一緒にギザの観光しましたでしょ。ギザのピラミッドと、うん、サッカラというところにある階段ピラミッドと、エジプト一番古い首都一番古い都のメンフィスの観光もしましたね。そして今日は一緒にカイロの観光しましたでしょ、うん、エジプト考古学博物館と、うん、モハンマドアリーモスクとハナハリリバザールとここのイスラミックカイロ、うん、でここに今いるのはこの綺麗なところなんていうところでしたっけ、うん、ハーキムモスク、ハーキムモスク、それは16世紀からのモスクです。それはまあ何回も復元されたことがありますので、うん、ね、別に当時のままじゃないんだけど、うん、当時のままって向こうのミナレットでしょ、ここのミナレットとここの、うん、と反対側のミナレットもありますけど、うん、以外の建物はそれはその後は復元されたものです、うんうんうん、でまあね、ハゼムさんのねいいところ、そう、そこが言いたいね、はい、一番良かったのは、まあ、一番いい、まあ結構あるんだけど一番いいのはカイロってすごい客引き多いでしょ、はい、何か持ってきて、はい、何で売ってきて、はいはい、それをハゼムさんがいると誰も来ない、はい、ちゃんとガイドがいるから来ないでしょ、ガイドがいると誰も来ないっていうのがすごく楽で、はい、そのハゼムさんに連絡する前にカイロの友達がね、はい、オステオパシー一緒に勉強した時の友達が言ってたんだけど、はい、そう、はい、一人で行ったら絶対自分の頭が洗脳されるから、はい、買って買ってって言ってくるし、ね、はい、もう本当疲れるから、はい、絶対ガイドが必要って言ってて、はい、その通りだったの、うん、でしょ、そう、それは規約引くが多いでしょう、特にギザ、多分カイロよりもギザの方が多いかなと思いますよ、特にギザのピラミッドのところ、うん、そう、すっごかった、だからガイドがいたら、それはガイドってエジプトの場合ね、ガイドって説明するためのものじゃない、うん、説明する説明だけ のガイドじゃないと思いますよ、ガイドってそれはお客さんを守るため の、うん、そう、そこがめちゃくちゃ多い、うん、大きいと思ってて、うん、そこにやっぱりこう旅行カイロとかね、多分エジプトもそうなんだけど、旅行する上でそのストレスをできるだけなく旅行するっていうのはめっちゃ大事だと思ってて、例えばインドとか一人で旅行したことあるけど、それもすっごい辛かった、うん、大変だったでしょ、そう、ほぼエジプトと一緒ぐらいだと思ってて、うんうん、でも今回ハゼムさんがいたおかげでみんな寄ってこない、みんな離れていく、はい、で近く寄ってくる人はもう無視して、うん、そのままいなくなる、うん、でも僕が一人だったり観光客だけだったら絶対ついてくる、絶対来る、ハエみたいに来るから、絶対来る、そう、それがなかったのがいい、もっとしつこくなりますよ、そう時々ガイドがいてもお土産さんは来るじゃないですか、そうです、でもちょっとね商売のやり方ちょっとねあまりしつこくないなと思いますよ、ガイドがいたら、そうです、でもガイドがいないともっともっとしつこくなりますよ、いらないと言っても全然離れてくれない、そうだから多分エジプトの場合はガイドはいた方がいいかなと思います、エジプトの場合はガイドは説明だけではなく、うん、お客さんをうるさい人たちからの守る、それはそれはめっちゃ大事、説明とともに、それは別の仕事になったけどね、そうお守りの神様、そう、守ホルスホルス神ホルス神みたいな感じ、それはお守りの神様になった、うんうん、そうだね、あとね良かったのはまあこうやって話してた通り日本語すごくうまいし、うん、分からないことはない、うん、それから結構知識があるから逆に僕が質問されると分かんなくなっちゃう、うん、それぐらいいっぱい知識してるからそれが良かったのと、うんうん、あとね一番いいのは日本人みたいなところがあって、そうハゼムさんがね、うん、例えば
ユージが好きなところをいろいろ質問したがしながら、あ、ここユージはこういうとこ連れてったら喜ぶなってことをよくしてる。うん、それはありがとうございます。だから例えばオーダーメイドとか、そういうところの旅行とかを本当に必要な人にはいいと思う。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。私長い間日本人と一緒にいますので、うん、何年ぐらいで？24年間ぐらい。今まで。ね、でも24年間ぐらい。ハゼルさんでも日本行ったことないですよ、ね。日本に行ったことないよ。そう、これが面白い。みんなびっくりするでしょ。日本行ったことないのに、行ったことないよ。25年間カイロでずっと日本人と話してるとこうなっちゃう。あ、本当ね、なんで行けなかったのかわからないけど、でも日本に行ったことないよ。テレビで見ましたけどね。うん、でもいつか行きます。そう、それが面白い。いつか行きますよ。そうだね。そこが一番いいとこかな。うん、ありがとうございます。で、今まではずっとね、こういろいろなんかツアーコンダクターとしていろいろなね、うん、グループとかやってたみたいですけど、うん、最近あれですか、僕みたいにこういうふうに1対1とか、うん、例えばグループじゃなくて個人の旅行とかも扱ってるんですか？やりますよ、やりますよ、やってますよ。もしプライベートのツアーとかやりたい方がいらっしゃいましたら、うん、オードメーカーのツアーとかやりたい方がいらっしゃい、うん、僕はアレンジすることができるんですよ、うんうん、アレンジしますよ、うん、と団体行動もやってるんですよ、うん、両方ということは両方やってるんですよ。例えば次の仕事は阪急ツアー、阪急、うん、ツアー明日からでしたか？それ明日から始まりますよ。阪急ツアーの10日間のツアー、はい、何人でしたっけ？16人の阪急ツアーがありますよ、うん、それ明日からの10日間があります、うん、今度はアブシンブルに泊まりますよ。ああ、いいですね、うん、あまりね、観光者はあまりアブシンブルに泊まらないんだけど、うん、でもアブシンブルの音と光のショーを見るために、うん、アブシンブルに泊まります、うん、なるほど、うん、とは次の日は朝日の観光もやります。こんな感じ、うん、だから、じゃあああと、じゃあハゼムさんをどうやって見つけたらいいですか？例えばインスタとか。それはインスタのページ、うん、インスタグラムページ。ハゼムって私の下の名前。でも私のいつも仕事の時に使ってる名前はシシでしょ？そうね、シシガイド。うん、シシガイド。だからハゼムシシ調べたら出てくる。シシって覚えやすい名前でしょ？うん、エジプト大統領と同じ名前でしょ？うんうん、だから、でもね、インスタグラムのページはありますよ。オッケー。でもインスタグラムって若い子しかあんまり使ってないんだよね。うん、じゃあ例えばうちの僕のお母さんみたいな人がシシさんにガイド頼みたいときはどうしたらいいですか？息子さんに紹介してもらったら。あ、息子さん。ああ、そうか。ああ、そうか。なるほどね。そのお母さんの息子さんね。お母さんに紹介してもらったら。じゃあその概要欄のところに、YouTube の概要欄のところに、じゃあハゼムさんの情報をちょっと載っけて、はい、もし必要であれば、はい、使ってもらいたいなと思います。ぜひぜひお願いします。はい、ぜひお願いします。で、もう一つ良かったのは、はい、ガイドさんの中でも例えば英語できる人とかドイツ語僕できる人なんだけど、そういうのガイドさんよりも結構お値段は結構いい感じだったと思う。そう、そんなにね、めちゃくちゃ高くなかったの。そこが、うん、ハゼムさんのいいところのもう一つかなと思う。うん、日本人って、今最近ね、日本の円が下がってきたりして、うんうん、なかなかガイドつけたくないなって思うでしょ。でも、あった方が、絶対ストレスはたまんないから、うん、そう、そんなに高くなかったから、うん、はい、ぜひ使ってほしいなと思います。うん、ありがとうございます。僕一人でも、ガイドを雇えるような、うん、金額だったと思います、うん。ありがとうございます。はい、なので、はい、みんなに使ってほしいです。皆様ぜひぜひ参加してください。はい。もしエジプトの方に行きたい方がいらっしゃいましたら、ぜひ、うん、シシガイド。はい。ぜひ使ってあげてください。ぜひ使ってください。ありがとうございます、はい、皆様。ありがとうございます。はい、それでは。現場カイロからありがとうございました。ありがとうございました。ではさようなら。さようなら。